東京7レースの発走です。3歳以上1勝クラス牝馬限定芝 2000m 9頭です。もう2強ムードになりましたね。5番のサリエラと3番のビーナスローズ、この2頭に人気集まりました。東京競馬場7レース3歳以上1勝クラス牝馬の限定戦、芝の 2000m、 出走馬は9頭です。今週から3歳以上のクラス編成となりました中央競馬です。すでに中京では3歳以上のレースが2クラ行われましたが、いずれも3歳馬が勝利を挙げています。ここも3歳馬3頭が出走しているという一戦。気温が25度前後、梅雨入り前、初夏の日差しを浴びて出走馬。ゲート入りは9番のクオンタムが最後です。松岡騎手が鞍上の9番のクオンタム、収まりました。スタートしました。内から1番のサイモンベラード、外からは8番のテイエムオードリー。今日はテイエムオードリーが注文をつけて前に出ていきました。1番のサイモンベラーノが2番手、3番手のインコース2番のレッドペルーシュ、その外を通って6番のエレガントチャーム、第2コーナーをカーブしていきます。その後ろから4番のシャインユニバンス、外を通って9番のクオンタム、内からは3番のビーナスローズ、5番のサリエラ、後方から2投目、最後方7番のララサンパティック、9頭バックストレッチに入っています。8番のテイエムオードリーが先頭でリードが1馬身半から2馬身ぐらいです。1番のサイモンベラーノ2番手、その後ろは3馬身切れました。6番のエレガントチャーム3番手、4番手のインコース2番のレッドペルーシュです。その後ろ1馬身半差、中段4番シャインユニバンス、その外には9番のクオンタム、流れは遅そうです。3番のビーナスローズが後方から3投目を追走、5番のサリーラ、現在後ろから2投目、1200切りました。前までは10馬身ほど、最後方から7番のララサンパティックです。3コーナー手前の坂の下りに入っています。8番のテイエムオードリー、49キロで先行先、今1000メートルの通過、1分4秒ぐらいだったでしょうか。3、4コーナーの中間です。かなり遅い流れになりました。1番のサイモンベラーノが2番手、その後ろ3番手1馬身半差、2番のレッドペルーシュ、3、4コーナーの中間を目指していきます。6番のエレガントチャームが4番手、その後ろ外から9番のクオンタム、馬順変わらず4番のシャインユニバンスがいて、その後ろに3番のビーナスローズ、5番のサリエラ、まだ後方から2投目、600切りました。7番のララサンパティック最後方、4コーナーから直線に向きます。さあスローペースで8番のテイエムオードリー逃げて先頭ですが、並んだ1番のサイモンベラーノ、ババの中ほど、その外を通って6番のエレガントチャーム、3頭広がりました。その後ろ5番のサリエラですが、まだ後方から2、3投目、さあ先頭8番のテイエムオードリー粘っている、外からは差を詰めてきた6番のエレガントチャーム、エレガントチャーム、その内からは1番サイモンベラーノ、2番のレッドベルーシュ、5番のサリエラは、さあババの間から伸びてきて、現在3番手争い、しかし8番のテイエムオードリーが内からサリエラ迫ってきた、ゴール前2頭並んだ、ゴールイン、内から5番のサリエラ最後捉えたか、8番のテイエムオードリー、その外6番のエレガントチャーム、ゴール前は3頭接戦になりましたが、さあ最後5番のサリエラ届いたかどうか。勝ちタイム2分2秒0、かなり遅いペース、マイペースに持ち込んだ8番のテイエムオードリー、馬場の長ほどでいっぱいに粘るところ、馬群を縫うような格好で最後は内に進路を取った5番のサリエラ、並んで内から捉えたかどうかというところがゴールになりました。外6番のエレガントチャームはわずかに遅れて3着、5番のサリエラ、外8番のテイエムオードリー、わずかに内の5番のサリエラ前に出ています。8番のテイエムオードリー粘っての2着、6番のエレガントチャームが3着、その後ろが離れて2番のレッドペルーシュ、4番のシャインユニバンスの4着5着の争いです。勝ちタイムは2分2秒0、上がりゴールまでの 800m 46秒0、 600m は33秒8でした。今5着まで馬番すんなり止まっています。1着5番のサリエラ、2着8番テイエムオードリー、3着6番エレガントチャーム、4着2番レッドペルーシュ、5着4番シャインユニバンスの順。届きましたね。これは最後の何メートルですかね、すごい足です。まさにこれぞごぼう抜きという感じになりましたね。サリエラが人気に応えました。そしてテイムオードリー、エレガントチャームと入っています。5番8番6番1番人気5番人気3番人気の順です。
単勝5番 1.4 倍、枠連58 10.7 倍、馬連5番8番 13.8 倍、馬単5番8番 18.4 倍、三連複5番6番8番 37.4 倍、三連単5番8番6番 102.0 倍です。確定までお待ちください。